はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、城之内勝也です。さあ本日なんですが、診断でねレッドアイズ強化が、来ておりましてですね、今日はねレッドアイズソウルというね、このモンスターこれ使っていきます。これ何かっていうとですね、バーンカードですね。基本的には基本バーンカードになってまして、このカードのカード名はフィールド墓地に存在する限りレッドアイズブラックドラゴンとして扱うという効果で、2番の方が結構強いんですけども、相手がモンスターを特殊召喚した場合、手札フィールドのこのカード墓地を送ると、手札的からレッドアイズモンスターを特殊召喚できると。何でもこれ結構ね強くてね、もちろん相手の展開に合わせて、になっちゃうんで受け身にはなっちゃうんですけど、割と何でも出せるんで、まあ、この効果はめちゃくちゃ優秀なんで強いです。で、今日はねこのね1番2番はちょっと一回無視してもらって、3番目の効果をねメインに使っていきます。これ3番目の効果は何かっていうと、自分相手のターンに自分のフィールドのレッドアイズブラックドラゴンを対象にそのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与えると。つまり黒炎弾です。はい、黒炎弾がフリーチェーンで撃てるっていうことですね。で、レッドアイズソウルを要は場面に用意する必要があるんですね。で自身が、自身の効果で出せないので、ここちょっとね弱いところなんですけど、自身の効果で 出したらめっちゃ強かったんだけどね、これね、ここの、2番の効果を自分以外は出せないんで、ちょっとなんか用意しなきゃいけないんですけども、盤面に、これ結構用意するのはモンスターなんで簡単で、今日はですねまあ、ちょっとデッキ見てみれば分かるんですけど、ゴミデッキです。はい、先行で相手のライフを8000削り取る。まず一発目、まず、流星竜メテオブラックドラゴンの、バーン効果。これ融合召喚に成功した場合に手札で効かレッドアイズモンスター墓地を送ると、バーンダメージを与えるという効果がありますので、これでバーンダメージを与えると。でさらに、黒炎弾ですね、これサーチでするんですけども、黒炎弾これでレッドアイズブラックドラゴン扱いになっている、流星竜ブラックドラゴンを対象に3500万を与えると。でさらに、レッドアイズソウルこれで、攻撃エンダーの効果を、使って3500万、まあ、つまり、1200、3500、3500で、相手のライフを削り取るという感じの動きになっております。はい、これが、まあ、一応手札飛眼 2枚から飛眼2種類からいきますので、まあ、割とそこそこ成功率は高いかなと、はい、思っております。早速ね、このゴミムーブ見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。レッドアイズってさ、めっちゃ悲しいデッキだよな。強化されたらさ、ドラグーンみたいな感じでさ、なんかやりすぎちゃってってさ、でなんか新規カード来たらなんかそうじゃないんだとか言われてさ、みんなになんかすげえ悲しみ背負ってるテーマなんですよね、レッドアイズって。まあね、もうちょっとなんかこう使いやすい、なんかレッドアイズフュージョンの制約が今の現代遊戯王においてあまりにもなんか見合ってないというか、そう、出てくるモンスター雑魚いくせになんかそのターン一切召喚特殊ができるみたいな制約があるじゃないですか。まあ、アナコンダでね踏み倒すっていうのはあるんだけど、まあ、アナコンダが禁止にならないとレッドアイズフュージョンは強化できないのとかあるのかな。なんかレッドアイズフュージョンのなんか制約を無視できるようになってほしいね。うん、でとりあえずですね、一旦ゼンマイマジシャン出して、でネズミ特殊、これはねちょっとまた別の動画で解説するべきクソソリティアだと思ってるんで、これはねなんかそのうち機会があったらやりますわ。はい、クソデッキにはですね、このねゼンマイと言われているモンスターたちを使いこなすことが必須になってきてまして、現代遊戯王において。はい、なんでかっていうと、こんだけモンスターが並んで、しかも好きなマジックトラップカードを1枚サーチできるおまけまでついてくるからですね。はい、ありえないソリティアをしながらレベル4の、モンスターにこう4体並べるとですね、ダランベルシアンの効果で好きなマジックトラップカードを1枚何でもサーチできるっていう動きがあるんですよ。でこれでなんか謎のハンバーガーを持ってきまして、これ戦員族っていう種族設定はどう考えてもイカれてるこれ戦員族はさすがにイカれてる。で、週末の騎士を特殊召喚。週末の騎士 OCG ではね、なんか純制限に最近確かあってて、マスターデュエルではまだ制限カードなんで、これ2枚使えるようになってくるとね嬉しいなと思ってるんですけどね。まあ、いろんな やばいことができるんでね。で、レベル4のモンスターを2、4体使っていく。えい、黒炎弾サーチもちょっと欲しいよな。てか、あのさ、
あのメテオなんかブラックメテオドラゴンみたいなやつの墓地効果さ、あれ見ました？なんかあれなんですよ、あのレッドアイズフュージョンサーチなんですよ。いやちげえんだよみたいな、それをサーチしたところで弱いんだよみたいなねそんなカードをサーチして勝てるあの環境じゃねえみたいな話あるよな。墓地から除外してレッドアイズフュージョンもサーチできます、いや別に入れませんけどみたいないや別にサーチしたくないですみたいな話あるよね。サーチするんだったらレッドアイズフュージョンじゃなくてレッドアイズカードとかあったら、ね、めっちゃ強かった気がするけど、まだレッドアイズフュージョンは別にいらないわ。デッキに入れるレッドアイズデッキの方が珍しいまである、もはや皆さんはレッドアイズフュージョンで出せるモンスター考えたことあります？全員微妙な性能してんだよね。でレベル4のモンスターが2体で、デュガレス出していく。でこれでね、新規実装されましたレッドアイズソウルを、特殊召喚していきましょう。自分の落ちるモンスターを特殊召喚、レッドアイズソウル。そして効果モンスター2体でリンク召喚、現れろ。これがまあ一応レッドアイズフュージョンをまあ使う、まあ、唯一の、まあ、メリット、アナコンダで、まあ、制約踏み倒す、これだけは強いですね。これだけは強い。出てくるモンスターは弱いけど、で、レッドアイズブラックドラゴンと、マグナムート墓地のクリ融合召喚、超激レアモンスター現れよ。流星竜メテオブラックドラゴン融合召喚成功値効果、レッドアイズを墓地に送って相手のライフに1200万、さらに手札よりマジックカード黒煙弾を発動、レッドアイズブラックドラゴンの攻撃力分のダメージを相手のライフにぶち込んでいく。さらにレッドアイズソウルの効果、黒煙弾と同じ効果だ、くらえ3500万。これが超絶激レアワンタッキルだぜ。なんか一枚書道レベル3の召喚権使わずに特あの出せればいいんで、一応一枚書道も一応できるんですよね。あのなんだっけ、スピードロイドのあのベイゴマックスとか、ベイゴマであのレベル3自体並ぶじゃないですか、ベイゴマタケトンすればね。なんであれも一応一枚書道っちゃ一枚書道です。はい、まあちょっと一枚しか積めないんでね、あのそこが微妙だなと思って評価してないので入れてないんですけど、あれも一応いけるし、あとレベル32体を召喚権を使わずに展開する方法ってなんかあるのかな、儀式とかだったらいけるのかな、ちょっとわかんないけど、聖域者の追走をイゾルで組んでエクスパルティ持ってくるスタイル、なるほどね。さあ圧倒的ソリティアが始まりそう。妖刀竹光入ってるデッキはロクラデッキじゃない、入れながらあのめっちゃ手札に来てるけど俺割と面白系デッキであることを祈るが、さあリナルド効果で妖刀回収して、妖刀効果であ黄金色、あこれ黄金色入ってるデッキロクラデッキじゃないでしょ、さすがにゴミデッキって言われてんな。さあイゾルデとリナルドでアナコンダ、えマジ早くない、アナコンダ、えもう効果使うの、レッドアイズメージョン、なに誰このミラージョン、えこれあれか、あレッドアイズソウル来たからと思ってウキウキで組んできたやつか、これやべえマジで、かっけえロイヤルだ、超激レアロイヤルじゃん、超絶激レアモンスター、死ぬ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 、やばい黒煙弾はやばい、死ぬ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 、待って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 、うわあいやそれ手札強すぎて新規カード関係ないやん